ながらバックストレッチに入っていくあたり、車を上げていきます。4番の本間が前を押さえる。4番手キープは7番の相良か、9番の斉藤が現在は7番手の位置です。縦一列、4番の本間が少しペースを落としながら後ろの様子を伺います。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。4番の本間がペースを上げました。2番手は3番の飯島、3番手には6番の原野、4番手に7番の相良が入って、7番手に置かれているのは9番の斉藤です。バックストレッチ、4番の本間逃げていきます。9番の斉藤が一気にまくってきて、中段あたりまで上がってきた9番の斉藤、4番の本間の先行、2番手3番の飯島、その横まで9番の斉藤、9番の斉藤ブロックする3番の飯島、4コーナーから直線、4番の本間が先頭、外から3番の飯島、さらには9番の斉藤、斉藤飯島並んだ。どうか、わずかに飯島か。